父親がチョコ先生にメロメロになってる話なんですけど、せんちゃんのお父さんがマリンの顔が見たいみたいな、なんかお父さんがいっぱい写真送ってくるんだけど、マリンからは全く送ってなくて、マリンからも写真が欲しいみたいな話があったんですけど、チョコ先生が撮ってくれたマリンとチョコの通所の写真があることに気づいたわけ。あ、これあるじゃんと思って、それを送ったの。したらマリンに対する感想が一言もなくて、右の子可愛いねみたいな右は友達どこに住んでるの、綺麗だね、美人だねみたいな。一生チョコ先生褒めてて、マリン全無視で、ちょっと受けたから、お父さんから来た LINE のスクショをね、チョコ先生に送ったの。なんかチョコ先生やっぱさ、ほら小悪魔的なねえ女だからさ、ちょっとたぶらかし始めて、マリンの父を、お父さんお酒飲めるんですか、ブツブツはもっといい女ですよみたいなちょっと書いてきて、それをねマリンがお父さんに送ってあげたら、めちゃめちゃはしゃいじゃって、うひょーって、お父さんうひょうひょになっちゃったんで、それ以降は既読無視しました。